要するに。じゃあ次行きましょう。はい、次行かせていただきます。次は奈良知事選の話になります。今アンケート取っておりまして、ライブチャットアンケートの方でアンケート取っているんですが、高市氏を貶める奈良県奈良知事選と自民の闇、一番悪いのは誰ということで、文化人のメインチャンネルの方でもアンケート取りましたら、このような2万票の中で茂木幹事長が 71% で、ライブチャットの方も今ですね 67% というふうな結果になっておりまして、皆さん茂木幹事長が一番悪いというふうに言っているようですが、すごいね。はい、10番のツイート榊さんお願いします。はい、10番のツイートもあります。勝田隆翔さんのツイートです。全国最注目となった奈良知事選、自民奈良県連の推薦にもかかわらず党本部が推薦を出さず、自民分立選挙を演出した茂木幹事長、外国人参政権推進の維新候補を実質支援する史上最低幹事長によって情勢は混沌だが、高市早苗氏が平木翔総決起大会に駆けつけ、すさまじい盛り上がりに県民の選択はということですね。はい、まあね、これ茂木幹事長のことをカロツさん書いてたけど、維新の候補が外国人参政権賛成だと、それがその奈良県知事候補なんですよね、維新ので。まあ、そのこと書いてましたけど、茂木幹事長自体がそうでしょ、外国人参政権反対じゃない、賛成じゃないんですか、多分違うのかな。なんか最近話題になってましたよね、ブログに書いてあったとかって、どっかで表どっかであえて表明したとかっていうんじゃなくて、ご自分のホームページで表明されてます。まあ、日本は多民族国家を目指すそうです。すごい、多民族国家を目指すそうですね。とんでもないよね、本当に。何考えてんだろうね、本当に。立憲民主党行った方がいいよ、本当に。何考えてさて、そういう状況なんだけど、これ、じゃ、これはじゃあ、ちょっと榊さんからお聞きしましょうか。どんな感じが、はい。いや、茂木さんがここまで危ない人だって、まあまあ、シェイシェイ茂木っていうので、ちょっと薄さ感じていましたけれども、今回、これ、この背後で動いた、まあ、自民分裂に動いたのが茂木さんだったっていうことなんですか、これは。ちょっとその辺が分からないんですけれども、その辺の。構図を作ったのが、まあ、二階さんっていうのは固いと聞いていたんですけど、茂木さんもやはりそうだったのかなと。ちょっとこの辺もちょっと解説聞きたいなと思います。はい、まあ後ろにね、二階さんがいる可能性ありますよね。吉田さんはいかがですか。いや、僕はこのところは詳しくは知らなくて、長尾先生の解説をお聞きしたいところですけれども、はい、まあ、その、まあ、自民党の幹部といって、まあ前は二階さん、和歌山の二階さんかなと思っていたら、いろいろなその、メディアからですね、茂木さんのお名前が上がってきて、この人は先ほどの外国人参政権とか多民族国家とか、いろんなそのお考えをお持ちの方でもあるし、まあ、高市さんとは理念政策が合わないんだろうなと。そして、自民党の中でね、トップを目指す上で高市さんが邪魔であることは間違いないし、なるほどなと思いました。はい、さて長尾さん、これはどうですか。このアンケートに関して言えば、職責上、まあ、公認推薦は窓口は幹事長ということになりますので、アンケートの結果は理解できるなと思いますね。うん、でじゃあ実際誰がどう動いたのかって話になると、ちょっと今具体的には口にできないです。というのは、やっぱり意外な登場人物がちょっと何人かいてですね、その方々に僕らは内部でちょっと考え直してくださいと説得をしてきました。間接的にも直接的にも、その人を支持している首長や地方議員の方々に対してもピンポイントで、なんで明日投票日なんでね、これを見てるかどうかはまあ分かりませんけども、本当に新井さんを応援していいんですかと。新井さんは知事としていろいろな種をまいて、
平木さんであればそれをちゃんと引き継いでくれると。でも維新はあれもこれもやらないと言ってると。ならば新井さんを応援することで維新が漁夫の利を得るということは、これは逆によろしくないんじゃないですかというような説得工作をやっているところなので、ちょっと意外な登場人物についてはまあちょっと選挙の結果次第なんですけど、まあそれまではちょっと表には出せないかなって、非常に複雑な事情が別にあります。であと最後にこれ山口のりくさんのご指摘聞いてて僕もなるほどなと思ったんですけど、単なる高市潰しだけじゃないという見方もなるほどあるのかなと。それは、はい、現地にいて少々心当たりがいくつかありますね。ただまあちょっと明日投票日なんで、うん、すいません、ここまでということで、別にもったいぶるわけでもないし、私は全てを知ってるわけではありませんが、まあなるほどなという心当たりがある程度っていう部分は口に。だから全く次元の違う別の力学 があるってことでしょう。ありますね。そういうことですよね。はい。じゃあ投票日過ぎたらぜひ教えてください。そうですね。やっぱり議員だけじゃないので関係者は。はい。いろんなものが複雑に入り混じっていますよね。例えばその小西問題 その旧自治省旧郵政省のやつもそこに、はい、奈良県知事のところに入ってきてるし、意外なこのなんていうかドロドロしたものが偶然その奈良県知事選挙のステージにこう集中しちゃったっていう、そういう感覚もあるんだよ。非常にこうなんていうか本一冊書けそうな県知事選挙ですね。なんか奈良っていうところがね、なんか変な場所になっちゃいましたよね、本当に。まあそう見えてるっていうところもあるし、うん、あとやっぱみんな黙ってますよね、いろんなこと、黙ってる部分がありますね。じゃあなぜ黙るのというのは、まあ、またちょっと別の話になっちゃうんですけれど。はい、はい。じゃあそれはですね、あさってお聞きするとして、じゃあ早速次に行きましょうか。もう時間もそろそろあれかな。あと、はい、そうですね。一般公開ライブはあと7分ぐらいですよね。はい、そうです。次行かせていただきます。はい、今週の猿問題ということで、反省しない立憲と小西議員への文春法ということで、皆さん言いたいことたくさんあるかと思いますので、12番、13番、坂木さんお願いします。はいはい、アビル・ルイさんのツイートです。小西猿発言は憲法審での謝罪必要なし、立民杉尾氏という記事を紹介し、さすがに期待を裏切らない自民党参院議員に小西の方がマシだったと言わしめた立憲民主党の逸材。13もあります。ミーツーさんのツイートです。今週発売の週刊文春発言がで更迭された立憲民主党小西博之は承認欲求モンスター、立憲民主党関係者、憲法学者と称したが、そのような事実はなく、国会でも経歴について確認を迫られた。自分が世界一頭がいいと思っているタイプで、常に自意識過剰ってすごい面白いですね。これまあその通りだよね、これ。そうだね。あと あれですよね。なんていうんだろう。不尊って言ったら褒めすぎなのかもしれないけど。人を人と見ないね、この人ってね。安倍総理時代 の質問もそうだったでしょ。憲法学者の名前出して、しかも要するに宮沢のあれでしょ、弟子の8月革命説を唱えた憲法学者の名前出したんですよね、あれが、小西がね。それ知ってますかって安倍さんに聞いてるわけ。それ質疑でそんなこと聞くかって言うんですよ。本当にアホですよ、本当に。いや、それオチがあるじゃないですか。それオチがあって、うんうん、知らないんですかって小西が自慢げに挙げた名前が間違ってたんですよ。そうだ。それは知らなかった。じゃあこのことについてはどうですか。僕はもう喋っちゃったんで、じゃあ長尾さんいかがですか。改めて。もう猿問題はもうお腹いっぱいですね、私は。まあね。はい。そうですよね。もうこの問題じゃなくて、
うん、なぜ小西議員が行政文書を入手したのか、そっちにマスコミも舵切ってほしいですよね。全然切らないですよ、うん、全然切らないですよ。要するに公務員法に違反してることをやった可能性が非常に大きいわけでね、はい、それで議員としての資格だって問われるようなことになるわけですよ。なんでそれをね、メディアがね、追及しないのかって、それも不思議でしょうがない。まあ、もしも自民党議員がやったら大騒ぎですよ。いやいや、大変でしょう。100倍になりますよね。吉田さん、いかがですか、この問題。おっしゃる通りです。まあ、なんか小西議員が更迭されたので、なんか一見落着みたいな雰囲気を醸し出しているのは非常に問題で。問題ですよね。それは問題の本質は、今、ずっと長尾先生が繰り返しね、ご指摘されている通り、公文書あるいは行政文書の、まあ、しかも機密文書などと言っているものについての漏洩問題なんですよね。漏洩した方も漏洩させた方もこれは罪に問われるはずで、これをなぜ、関係者がきちんと告発とかですね、うん、あるいは訴追とかですね、そういうことをしないか本当に不思議でならないですね。それをちゃんとやらないことにはこの猿問題というのは終わらないですね、うん、多分ね、それができない一番の理由ってね、今の日本の国会ってね、中心がなくなっちゃってるね。空洞になっちゃってるんですよ。だから誰が総理大臣やってもそんな状態になってると思いますよ。榊さん、今の問題どうですか？いや、もう本当に猿問題はお腹いっぱいなんですけれども。猿問題って憲法学者って確かに言った時に、って思いましたからね。そうだったんだみたいな、そうだっけっていう、本当にもうこの通りの、なんだ、自分が世界承認欲求モンスターっていういい名称ですね。はい、ということで、まだありますか？残ってます？そうですね、あと2分なので、もうそろそろ締めの方向にお願いできればです。はい、まあ、とにかくね、今週はね、やっぱりなんといっても4月6日に起きた、まあ、つい一昨日ですけどね、第8師団のヘリコプターが墜落したという、この非常に悲劇ですね。第8師団の悲劇です。で、8人の幹部の自衛官、特に師団長まで乗っているというね、大被害に遭ったわけで、あと宮古島の駐屯地の司令も乗ってたわけですね。わずか1週間前ですよね、赴任したのがね。それで、まあ、偵察飛行に行って謎の墜落をしたと。真相究明を本当に一刻も早くして、きちっと発表して、しかるべき対応をですね、これ望みたいですね、政府に。しかし、あれ、浜田防衛大臣あんなに泣いてたっていうのはもう知ってんじゃないですかね。記者会見の時すごかったですよね。さて、ノイズも入ってきました。じゃあこの辺で今日は、終わりにしたいと思います。